はいどうも、かぼじいです。今回はシャドーバースのねグランプリの方をやっていきたいと思います。久しぶりやりますね。ラウンドね1ねすっかり忘れてたんで、ラウンド2から始めていきたいと思います。さあ、じゃあ行ってみましょう。結局ね、アグロなんですよねこれ。対戦ありがとうございました。いやー、ネクロはちょっと早い。対戦ありがとうございました。さあ、じゃあここでいつものシャドーバース、はいドーン。はい、対戦ありがとうございましたて、まあ感じで今3試合終わったんで、今から4試合目行ってきますと。今のところ2勝1敗ですね。さあ、じゃあ次のお相手からは、まあね、ちゃんとね、カットせずにやっていきたいと思うんですけど、さすがに長かった。30分くらいね、あったんで、3試合目まではカットしております。はい。対戦相手の方は、ネメシスの方ですね。よろしくお願いいたします。わしは先行ですね。はい。今回、たくさんあるからいいかな。ああ、いいですね。1コスの子も来た。さあさあさあ。まず1コスの子の、設計士みたいなのを出しますと。で、そうですね。2ターン目はたくさん使って、PP を上げていきたい。で、竜神の羽ばたきで、おっと、2枚来た。そうですね。たくさん使っての竜神の羽ばたき2枚でもいいかな。ドラゴンフォロワーをとりあえず確保していきたいんですけど、上から取られちゃうな。あー、どうしようかな。羽ばたき2枚、いやー、ラスティナ出しましょうかね。はい、守護でまあ守っていきます。お相手さんは今度スパイデバイス。はい、こちらはカードを、自分がカードをプレイしたら、パラダイスシフト、あれをだから手札にね、加えるらしいんで、先に、はい、倒していきますと。で、羽ばたき使って、マーメイド来たか。はい、じゃあマーメイド出していきますと。で、これでいいかな。これでいいでしょう。さあ、お相手さんは、マジック、エンジニア。で、ここで破壊していって、はいはいはい。エンジニア進化で、両方上から取ってくる感じかな。そうですね、取ってきましたね。嫌ですね。で、アーティファクトスキャンで、さっきのアーティファクトを戻していくと。エンシェントね。さあ、どうしようかな。テンペストドラゴン出して、進化して、手札のドラゴンカードをすべてプラス22にしましょう。で、まあね、取って、片方を取って、はい、ドローをと。マーメイドが来るか。で、ここで進化してくるということは、あのね、結晶のやつ使ってくるのかな。結晶5かな、確か。はい、これこれ。ギガスファクトリー。なんかね、昔の、なんて言うんだろう、加速装置みたいな感じの効果なんですけど、さすがゴールドといったところ、強いですよね。このアミュレット出されたのはちょっと困りますね。で、ここで、はい、レザーの方なんですけど、これね、覚醒の時は疾走つくんだね。久しぶりにやってたから覚えてなかった。久しぶりにすぎて何も効果がわかんねえ。ここで新しい子、スピネちゃんですね。闇落ちスピネ。へぇー、強っ。マジか、アーティファクト2枚も出すのか。それは強いな。ここで、共鳴じゃなくて同調してくると。いや、延長に強くない？いった。あー、どうしよう。スピネちゃん強いね。そうね。コーラルシャークが突進なので、はい。
とりあえずドレインのアーティファクトを倒して、でここで、はい、円柱の竜人、はい、進化していって、90ここも殴ると、でここで、はい、冒険者進化でアーティファクトの方を取っていきますと。うん、90なかなか取れないんじゃないの、進化権もないしねと思ったんですけど、まあ、アーティファクトだからね、普通に倒されそうですね。はい、31が飛んでいきますと。で、ここで、はい、運命への反逆。これでまず走ってくるね。はい、5、8か。はい、8点飛びますね。ただ、守護を、守護破壊しないか。突進してこないか。はい、ここでパラダイムシフト。はい、パラダイムシフト。パラダイスじゃなかった。パラダイムなんだね。おじいちゃんね、文字がね、読めない。細かいぜ。はい。また、ドレインアーティファクト来ましたね。いや、これきついな。11点まで回復されましたね。はい。竜の託戦使ってドローしますと。走れそうな竜人が一人いますね。この竜人が、そうね。残しとこうね。うん。守護がいるから、この守護をどうにかして剥がしたい。マーメイドが耐えるかな ?46 だから。やっぱね、ライフアップしていく。まあ、体力多くなっていくからね、ドラゴンフォロワー。なかなか倒しにくいっていうところがあるはずなんですけど。ここで、スパイデバイス。で、はい、アーティファクトたちが出てくる。これで、5点か。はい。デバイスチューナーが出てきますと。で、アーティファクトの同調。これで、まあ、倒される？ああ、倒されますね。はい。で、そうですね。このまま行くと、共鳴がね、10回、20回になって、マグナゼロっていう、レジェンドガードが、10点、ボーンってぶっ破してくるんで、それだけちょっと気をつけたいですね。で、ここで、ラスティナちゃん、はい、40の守護ですね。もうね、体力でかすぎる。さすが、うん、体力上げただけありますね。まあ、この体力だから結構みんなぶつからないといけないんじゃないの？うん。で、これ交戦するたびに攻撃力上がっていきます。で、ラストワードは相手のリーダーにこれの攻撃力分ダメージ。はい、メガイラ来ましたね。必殺ファンファーレ。ドーン、5点ダメージと、はい、6点ダメージ。ただこれ、守護置かない。お、守護置いてない。お、これじゃあ、勝ちましたね。はい、友人来まして、まあ、進化するんですけど、勝手に。で、はい、ダメージ与えて、対戦ありがとうございました。お、やったぜ。わー、勝ちました。これでじゃあ、3勝できたから、はい、決勝ラウンド進出ですね。ああ、やった。わあ、マジか。これね、うん。グループ A に行きたかったね。最初のね、ラウンド1を本当に忘れてた。うん。とりあえず4勝したいな。もう決勝進出なんですけど、まあ、勝ち取りに行きたいよね。ということで、はい、5戦目、頑張っていきましょう。ドラゴン、うん、強いね。なんじゃ、ビームヨーヨーガール。へえ、こんなキャラいるんだ。割と見た目好きでした。ということで、はい、対戦相手は、ロイヤルの方ですね。よろしくお願いいたします。で、こちら先行ですね。託戦冒険者、はい、ラスティナ、はい。これ、うん。完璧じゃない？割と最初の序盤の動き、いい気がします。託戦してから冒険者ラスティナで行こうかな。そうね。ここでドラーグが来ましたね。ドラーグですね。ああ、言いにくい。ただ見た目は好きですよ。このドラゴン。なかなかかっこいいですよね。っていうことで、まずは、はい。
ローエンの方向で、はい、ドラグ、あ、言いにくい。まあ、とりあえず、はい。をアクセラレートで使っていきます。アクセラレートの効果は、デッキのドラゴンフォロワーの体力をプラス1にして、このね、なんか変なスペルを手札に加えるという感じですね。爆炎の方向か。はいはい。で、お相手さんは、アグロっぽいですね。連携ロイヤルかな。連携ロイヤルアグロ式みたいな。強そうですね。とりあえず、爆炎の方向で、はい。ランダムで3点ダメージ飛ばしていって、ラスティナの体力もプラス1にした状態で出していきますと。アーサーに当たって欲しかったかな、アーサーに。うん。まあいいや。とりあえず、ラミエルが、はい、進化、はい。これで PP 増やしていく感じですね。あー、これは困る。ドラゴンの特権の PP 回復がね、ラミエルに奪われるんですよね。PP 回復ね。うん、もう今どのクラスでもね、高校だったら、ラミエルでね、PP 増やせるんで、ドラゴンのね、ちょっとね、凄みが薄くなってきたんですけど、まあ、今回このドラゴンは、体力を上げていくドラゴンなんで、まあね、なんて言っていいかわかんないんで、ちょっとね、てっぺんの方からライフアップドラゴンって言ってるんですけど、まあ、こちらの方でなんとかしていきたい。まあ、PP のね、増やすカードの量の多さではドラゴンの方がまだ上なんで、いいんですけど、ちょっとね、突撃兵強くない？どんどんプラス1されていくのは強いですね。とりあえずでも6点ダメージ与えたからいいかな。で、アーサーがね、ちょっと多分進化してくるよね。うん。で、これで、3-5。はい。で、アーサーの横に出てくるモードレスト。嫌ですね。どうしようかな。コーブラルシャーク出します。これで、ピッポムカムムムみたいなね。ピッポカム、言いにくいね。はい。まあ、ポムポム出していきますと。で、ここでと、竜神進化で。そうね。ピポー君を、ピーポ君？ピポカムコス君を進化と。はい。で、顔面じゃない、守護破壊して、そうですね。21も破壊して、はい、7点強気でいったんですけど、ちょっと待って。ピーポ君、守護つかないのか、進化したら。あー、そうなんだ。ただ、お相手さんは、倒してきましたね。顔面に行くかと思った。思想がいたら、10点くらいね、削れますもんね。ちょっとまずかったけど、まさかの、はい、守護を展開してきましたね。はい。セラちゃんが破壊で、はい。アーサーも倒してくると。エンジンじゃない。竜神。はい。で、シエテが出てくると。守護3体か。これ、ドラグニックコール出てきたんで引きます。で、最後、ロッコスのね、このドラーグが出てくるんで、こちらの効果が、全体に体力分のダメージ。で、ピポー君が倒して、はい。対戦ありがとうございました。いやー、勝ちましたね。うわぁ。最初の時にね、気づいて A グループ頑張って目指してたらよかったんですけど、4勝できましたね。まあ、いいでしょう。B グループ決勝ラウンド進出です。よかったですね。というわけで、はい、パックもらって、デッキ紹介の方をしたいと思います。こんな感じのデッキでございます。まあ、使い方の方は、まあ、PP 上げながら、診断で追加されたデッキ内のドラゴンフォロワーの体力を上げるカードたちを使って、まあ、上げていくって感じですね。で、体力を上げたら、まあ、その分、なんかいい効果つくフォロワーたちがいるんで、まあ、そちらでね、出していって相手を殴るという感じでございます。PP を上げながら、デッキの中のドラゴンフォロワーも体力のね、上げていって、まあ上からどんどん殴っていくっていう感じのドラゴンなんで、まあ何ドラゴンかなっていう思ったんですけど、まあライフアップドラゴンということで今、こんな感じで組んでおります。はい。というわけで、ぜひ使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。